乱暴は。あれは女の子を殴った玄弥が全面的に悪いし、仕方ないよ。そのためにここまで来たのに。これはこれは若じゃねえかよ。ここら一帯は俺らブラックドラゴンの縄張りだ。死ねってこと。よくぞ気づいた散歩しよ。つまり俺は不死身ってことだ。あ、またこいつ昏睡した。俺は認めねえよ。八海はブラックドラゴンに渡す。金輪際関わらねえ。考えてみれば和平成立簡単すぎたか。何、今なんて言ったの。今いや、だってさっき黙ってろって言われたし。それにしてもネズコはどうなってるの。メビウス相手なら思いっきり暴れられんじゃねえかよ。まさか八海がブラックドラゴン総長の弟だとはな。そもそもてめえらが喋ってっとこ見たことねえぞ。うたた寝している間にこんな事態になっていようとは。どのような形になろうとも鬼である限り首はある。動くな。傷が開いたら致命傷になるぞ。待機命令。後悔すんなよ。殺してやるよ。誰かもう一回ガムテープ持ってこい。まだ一発ももらってねえぞ。なんというみすぼらしい子供だ。生まれてきたこと自体がかわいそうだ。たとえ親方様の願いであっても私は承知しかねる。楽しそうじゃねえかよ。俺も混ぜる。で、話ってのはなんだよ。それを止めに来たんじゃねえのか。なんだ、お前まだ生きてんのか。かわいそうにな。まあ仕方ねえか。お前は人間、妹は鬼だしな。待ってましたよ、竹道くん。どう説明したらいいのか。車に乗っているところを仙道敦氏によって殺された。君と妃哲太、過去で二人に何があったのか。別れるのは久方ぶりじゃ。この速度、切れ味、金鉱石をも砕く威力だ。やってくれたな。お前さ、隊長なんだから自覚持てよ。メビウスやバルハラより強えってのかよ。でも一心って全員分の特服いっぺんに揃えたら。逃げても無駄だぜ。お前はもう負けてる。もう分かってんだろ、やばいことになったって。毒だよ。噛まれたろ、クモに。かといってお前ら二人で潰せるほどブラックドラゴンは甘くねえ。時間を無駄にすんのは嫌いだ。ついてこい。争うつもりはねえよ。私のマリのおかげですぐ見つかったのだからよいだろう。神経質めが、着物は汚れてなどおらぬわ。面白いな、面白いな。ああ、あいつの弾一番重たいやつだから。大樹はあたしらの兄貴。ありがとう三ツ矢。でもね、その期待が人を苦しめることもあるんだよ。兄のことはすでに承知しておりますが。その人の顔を見てください。具合が悪いですよ。持っていてほしいんです。きっとあなたを守ってくれます。やれねえと思ってんの。俺はボスには忠誠誓ってっけど、女だとかは関係ねえ。てめえら全員殺してやる。葵さん、今俺のことを思い出してる。それら全てを認識してこそ本物の全集中なり。マイキーの負けだ。殺だ。話は聞かせてもらった。あとは任せろ。俺に任せろって言ってるだろうが。帰んぞお前ら。兄ちゃん、母ちゃん大丈夫かな。母ちゃん一緒に帰ろ。わかる、確かに似てるね。小6の夏、塾の帰り道。そうかな、